じゃじゃん、大学時代を振り返る。ざっくりすぎでしょ。そうですね、ざっくりすぎですね。まあ、今も第一印象のとかお話しいただいたんで、なんでしょうね、あの、ハイミさん、同じポジションだったっていうのがとこすごく引っかかってまして、面白そうだなと思って、鈴木純さんとハイミさんが。これ、鈴木純さんとハイミさんのタイプっていうか、鈴木純さんはどういうタイプの選手だったんですか、ハイミさんから見て。僕から見ると、もうミスはしない。ミスはとりあえずしないっていうタイプでした。ミスしないんですか、すごいですね。ない、はい。僕とは全然タイプやっぱ違ったなって今思うと思いますね。はい、へえ、ミスしない、なんか堅実にこうなんかプレーするタイプの選手ってことですか。堅実なんですけど、やっぱところどころでな効果的な縦パスであって、くさびのボール、基礎基本がやっぱめちゃくちゃしっかりしてて、うんうん、練習後のところで、なんかよくロングボールとかショートパス、うん、蹴ろうぜみたいな誘ってくれてて、純くんが。やっぱそういうところでボール蹴ったりすると、やっぱ全然違くて、自分と止める蹴るところが、はい、やっぱそれがやっぱプレースタイルにつながってんのじゃないのかなとは思います。ああ、なるほど。はい、ミスしない、基礎基本がしっかりしてる。で、鈴木純さん、やっぱり足も速かったわけですか。速かったっす。あと、対人めちゃくちゃ強かったっす。そこ、そこっす。あ、そうなんすか。なるほど。やばいっすね。あんま、こう、なんて言うんだろう。ぶち抜かれたみたいな。はい。手にやられたみたいなのあんま印象にないっすね。へ、はい、そうなんすね。なるほど。じゃあ、そんな鈴木純さんが同じポジションにいるんで、早見さん、どうしようとしたんですか。どうしようとしたっていうか、もうなんか、まあ、鈴木純さん、卒業するまで待つのか、はい、いや、抜かしてやろうっていうのなのか、その辺どうだったんですか？さっきも言ったんですけど、タイプが全然違ったんで、うんうんうん、とりあえず、まあやっぱ足りないところ、純くんにあって自分にないものをこう見つけ出して吸収しようっていう日々でした。うん、早見さんのタイプはどんなプレーのタイプなんですか、鈴木さん？僕は、なんて言ったらいいんですかね、とりあえず汗かくみたいな。でも本当に早見は、なんていうのかな、本当に運動量あったし、うん、こうサイドバックなんで上下の動きはやっぱり早見の持ち味だったし、うん、まあ、あとなんかなんていうのかな、早見は俺はあんまりこうドリブルでこう一人外したりとかっていうのはあんまりしない、できないタイプだったんで、うん、でも早見はなんかこう運ぶドリブルとか、うんもできるし、仕掛けるドリブルもできてたし、うん、まあそういう部分では本当に全然僕と違うタイプの、うん、まあサイドバックの選手だったっすね。あ、じゃあどうなんでしょう、お互い仲良かったんですよね、きっと。多分。あれ、まあ仲良かったっていうか、あれ、あれ、うん、でも俺スパイクとかも上げてたからね。ほら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 、なんか、スパイクめっちゃくれましたよ。俺になんか純くんスパイクないんですけどとか言ってきて、いやまあじゃあ俺がなんかちょっと履いたやつ、まあもう履かないやつあげるよとかって、そしたらなんか次の時になんか僕取り替えのスパイク持ってないんですとか言ってきて、いやでも毎回、はい、毎回言ってきて、いろいろ、はい、なんか FG のポイントのスパイクがなくてとか、はい、いやもう毎回じゃんみたいな。いやめちゃくちゃ嬉しかったな、あのナイキのミックスのスパイクとかくれて、はい、めちゃくちゃ嬉しかったっす。ハーミさん、それ鈴木純さんにたかってるんじゃないですか。いや、もうたかってるとかじゃないですけど。よかったですね、ほんとね。はい。そうか、そうか。はい。で、どうだったんですか、さっき、すみません、さっきの質問ですけど、やっぱ、はい、そのタイプ違う中でも、試合にこう出ることはできてたんですか、鈴木純さん。やっぱりどっか、あれ、特別試合で岐阜に行ってとか出れたりするってことですか、早見さんは。そうですね、純くんがいないときに出れたり、ポジション、僕、ボランチとかもなんかところどころ、本当、時々やってて、うん、その時に少しこう一緒に出れたタイミングがあったりっていうのはありましたけど、うん、基本的にやっぱ1年目は、うん、2年目はあんまり出れてたっていうのはないですね。うん、はい、
どうですか、早見さんの目から見て、そのはい、プロに行く人間、はい、Jリーガーになる人間と、やっぱりご自分の差っていうのは、やっぱ感じちゃいますよね、嫌顔でも。感じましたね。それはどういったところになるんですか、具体的には。うん、やっぱ勝負強さというか、確か、東海リーグの時に、はい、全日本選抜の監督が、はい、ユメリアで試合だったかな、その時に見に来てて、はい、で確か純くんその時めちゃくちゃ調子良くて、そのまま確か全日本の方に行ったみたいのがあったと思うんですけど、はい、やっぱりそういうすごい人が見に来た時とか、こう勝負どころでやっぱ自分の力を最大限発揮できるっていうのがこう強みというか、僕はどっちかというと、はい、勝負強くなかったんで、なんか緊張しちゃうタイプだったし、そういやめちゃくちゃ緊張してたよ、試合前とか。そういうタイプだったから、なんかやっぱこう、全国優勝経験者って、やっぱそういうメンタリティというか、誰が見てても常に自分のプレーができたりとか、うん、120% の力がやっぱ大勝負の舞台で発揮できる人間が、まあ、プロになったりとか、うん、上行くんだろうなっていうのはやっぱ思いましたね。なるほど、そういうことなんですね。勝負強い、さすが。なんかいいですね、あの関係者から聞くとよりこう入ってきますね、鈴木さん。まあでも運もあるよ、本当に、うん、正直。いやすごいわ。あ、そうだったんですね。なるほど。そうか。でも早見さん、やっぱどうだったんですか、鈴木純さんのことどういうふうに大学時代見てたんですか。なんかプレースタイル違うから、まあ、憧れるっていう感じじゃないですよね。いやでもやっぱ憧れてる部分ありましたね。あ、そうなんですね。なんかやっぱ自分にないものを持ってる人にやっぱ惹かれるというか、うんうん、僕やっぱなよなよしてたんでヘラヘラしてるしだからこう味方とか上級生とか下級生とかも関係なく、うん、やっぱ思ったことをハキハキ伝えれたりとか、うんうん、っていうところにはやっぱ少し憧れはありましたね。いやもうそういう、それはあのもちろんサッカーの時だけかね、鈴木さん。ピッチだけ、ピッチの外も、そうピッチないだけだと思う、うんうん、なるほど。あ、やっぱりそういうところがやっぱなんかできてたっていう、鈴木純さんはそういう人だったんですね、まあ、大学生の時からも。はい。なるほど。それで、でもみんな怖い人っていうイメージがあるんですね。なんか熱い人とかそういう表現にならないんですね。結構あの、プライベートの方も、はい、僕仲良くさせてもらってたり、はい、多分、塾後輩好きだったんで、結構。なるほど。特定の後輩と多分結構ずっと一緒にいたんで。ああ、そういうタイプなんだ。特定のね、特定の後輩、ほんとに。で、大学の部員なんで180とか170とかいたんで、やっぱ大半の140、50人ぐらいは、やっぱそういう部活動態での純くんしか知らないから、やっぱそういうイメージはあったのかもしれないですけど、うん、やっぱプライベートのとこ見ると、やっぱこう全然違うなとは思いますね。